ようやくだな。はい。やっと出会えたぞ、我が魂よ。この声、昨日の。ラフム、奴に女子生徒が捕まっている。了解。何をしている。邪悪な悪魔の存在は許されぬものだ。緊急事態だ。あの女子生徒もろとも排除する。危険な悪魔だ。早急なる撃破を推奨する。待って。そこはどき危険なのは分かって、もう後悔した。え、私たちは、というか彼は、彼が望むなら。ラフムの撃破と女子生聖女同行、君二人ともあり。
顔色が悪い。緊張はしたけれど大丈夫。そう、じゃあ先。そなたの噂は聞いておる。それがしは早太郎、譲れ殿を援護する任務を受けた。来てくれたか。彼はベテルの霊獣早太郎、僕の仲間となって協力してくれることになった。しかしこたびの悪魔どもの動き、ひどいものだ。まったくだ。悪魔に襲われたりさらわれた生徒もいるようだ。とにかく僕らはこの辺りで襲われている生徒を助けるつもりだ。太宰も悪魔召喚プログラムを使い初の実戦に出ているはずだ。ミヤズちゃんも無事だといいけれど。その子も助けたいの？助けられるなら助けたいけれど、ミヤズちゃんはユズル君が守ってくれるはず。私は私が守りたい相手を、サホリのことを一番に考えると決めたから。磯の神さん、いいえ。ただヒロミネさん、わかった。you
ティファちゃんとやれなかったから、俺みたいな落ちこぼれがあいつ。そうか、俺ダサイ君。あれが普通の反応だ。そうね、悪魔召喚プログラムを持つ彼なら。
魔が人に化けてるかも、なんて疑う。悪魔は人の弱みにつけ込むもの。急っ。え、あ、あれ。でも、わからない。あなたがといじめられていた友人のため。同級生のいじめなら現実的な話だけど。でも私にとっては同じなんだ。いじめが原因でも悪魔が原因でも、ヒロミネさんが教えてくれたんだよ。そう、でも無理はしないで。聖女の性格と行動に変化が見られる。それは私の知らないところで。なるほど。人間は感情により、少年、君も多くの人とで、君がどのように変化をしようと、私は君を守ることをやる。サホリ、どうする？いいえ、これは。
らえ。少年、やめて。サホリ、冷静になって。ごめんなさい、許して、お願い。お願い？あんたたち、私がやめてって言った時やめてくれた？殴ったり蹴ったり、私のものを壊したり。なのに、自分だけは見逃してもらえるとでも。こんなに思い詰める前に、私が何とかできれば。タオが謝ることなんてない。あなたは十分に私に手を差し伸べてくれた。でもそれを払いのけたのは私。タオまで私の闇に飲まれる必要はない。私が全てこの憎しみ。こいつらを殺して今までのツケを清算する。
私も一緒に背負うから、沙織の憎しみを。復讐したいなら私も手伝う。どんなことだってするよ。やめてタオ。言ってるでしょ、あなたがそんなことする必要ない。こんな最悪な奴らなんかの、最悪な私なんかのために。違う、最悪なのは私。いつもどこか甘えて向き合いたくないものから逃げてた。でももう逃げない。だから私を置いていかないで。一人で暗いところへなんて行かないでよ、沙織。命をかける覚悟。さっきも言ったよね、ヒロミネさん。そう。私もタオに協力する。ヒロミネさん。ヨーコでいい。タオの覚悟を見て。ヨーコ、ありがとう。
手を伸ばしてくれたから。友達だから当然だよ。真実を知らぬ哀れな悪魔、ラフムよ。汝の望んだ創世はならぬ。だが、汝の知恵は世界の滅びに役立てよ。我はカディシュトゥのリリス。世界をあるべき姿に戻すの。良い曲がつ日が集まったか。やはりこの学園は当たりだったな。だがすぐに殺したのは失敗か。苦痛により曲がつ日はより多く集まるだろう。道半ばにして倒れし哀れな聖女よ、そなたの敵はまだ滅んでおらぬ。王座に危機が迫っている。さあ目覚めるのだ。私、沙織、沙織はどうなったの？かの傷ついた知恵はすでに旅立った。今はそなたの触れることかなわぬ場所で安らいでいる。そんな、嘆くことはない。そなたは力に目覚めた。使命をなすための力に。その力をもってすれば犠牲となった全ての民をよみがえらせることもできる。そのためにそなたは探さねばならぬ。この悲しみに満ちた世界を救える者を、そして王座に導くのだ。それが友、そして世界を救う唯一の道となる。世界を救える者を導く。大丈夫？うん、大丈夫だよ。ありがとう、陽子。そっか、私は。みんなを救うためにやらないといけないよね。太宰、何か勘違いしてるようだな。アツタ君、今度こそ悪魔と戦ってみせる。ヒーローにでもなったつもりか。うわっ、ミヤザ、僕の妹はお前をかばって悪魔にさらわれたんだ。落ち着いて、アツタ君。太宰君だって
そのことは分かってる。ごめん。本当に俺のせいだと思う。だからこそ協力させてほしいんだ。でも、ミヤズがまだ生きてるかさえ。ミヤズちゃんは、きっと生きている。磯の神、まだ動かない方が。うん、もう大丈夫。ミヤズさんのこと、どうして生きてるってわかるの？聖女の力で、私はミヤズちゃんの親しい相手の鼓動を感じることができるの。そうか。なら早く助けに行こう。磯の神さん、あなたは。私も行かせて。すべきことがあるから。悪魔が使ったゲートがまだ残っている。そこから魔界へ行けるはず。急ごう。ここが魔界なの？赤くて不気味な廃墟のようね。前に見た魔界とは違う。注意していこう。僕は早太郎と先にミヤズを探しに行かせてもらおう。俺のせいだ。俺も探しに行くから。少年、周囲に生体反応。連れ去られた。なお。あれれ、あれ。私もさ。いいか。油断する。